はいどうも、坂ジブです。今回は2022年中日の契約更改について見ていきたいと思います。11月14日時点で契約更改が終了している選手はこちらの選手たちになります。来シーズンの年俸が高い順に契約内容と契約更改後の選手のコメントを紹介していきます。一人目は大野雄大選手です。来シーズンが3年契約の3年目となる大野選手は、今シーズン23試合に登板し、8勝8敗防御率 2.46 という結果で、現状維持の3億円プラス出来高でサインしました。契約更改後は高橋宏斗選手などの若手投手たちの活躍が嬉しいし楽しみ。でも負けていられないし開幕投手を譲る気もない。来シーズンは貯金数を伸ばさないといけない。とコメントしました。大島洋平選手は現状維持の2億5000万円プラス出来高でサイン。また新たに2年契約を結びました。大島選手は今シーズンリーグ2位の打率3割1分4厘を記録。シーズン終盤までヤクルトの村上選手と首位打者争いを演じました。公開後は今年首位打者を取れなかったので来年は取れるように、そして来年は優勝を目指したい、そのためにチームにもう一人ぐらい打つ人が欲しいと球団へリクエストしたことを明かしました。来シーズンが2年契約の2年目となる祖父江大輔選手は現状維持の1億円プラス出来高でサインしました。今シーズンは46試合に登板し4勝3敗17ホールド1セーブ防御率 3.80 という結果だった祖父江選手、公開後は谷本さんに次ぐ年長者になる。今までは自分の成績を出さないといけないと思っていたが、困っている選手がいればしっかり声をかけられるようになりたい。自分としてもキャリアハイを目指す。とコメントしました。今年 FA 権を取得し、その動向が注目されていた松葉貴弘選手は、FA 権を行使せず、2200万円アップの5000万円プラス出来高の複数年契約を結びました。今シーズンは19試合に登板し、6勝7敗、防御率 3.33 という結果だった松葉選手。10年間頑張ってきてよかった。出来高も含めて納得のいく契約をしていただいた。1年間ローテーションを守れるようにやっていきたい。とコメントしました。福弘斗選手は1000万円ダウンの5000万円でサイン。今シーズンは36試合に登板し、防御率 4.55 という成績だった福選手。また今年の10月末に国指定の難病の手術を受けた福選手は、契約更改後には、最短で復帰できれば開幕に間に合う。病気が治る前提で育成契約ではなく支配下契約を結んでくれてありがたい。来年ははるかにスケールアップしたいと球団への感謝を口にしました。球団最年長となる谷本圭介選手は500万円ダウンの4200万円でサインしました。今シーズンは34試合に登板し6ホールド1セーブ防御率 2.61 という成績でした。契約更改後は個人の記録よりもとにかくチームの勝利に貢献したい。ドラゴンズにはすごく力のある選手がいる。みんなで一丸となって優勝を目指せば優勝できると思う。自分もその中で重要なピースとして貢献したい。とコメントしました。昨シーズンから複数年契約を結んでいたことを明かした田島選手は、現状維持の3500万円でサインしました。今シーズンは21試合に登板し、防御率 4.57 という結果だった田島選手は、まだまだ負けていられない、違うぞというところを見せたい。来年は今年の分を取り返す、とコメントしました。プロ16年目のシーズンを終えた福田信正選手は、1000万円ダウンの3500万円でサインしました。今シーズンは故障の影響で出遅れ、最終的には25試合のみの出場で、打率2割1分4厘、ホームラン1本、打点2という結果でした。契約更改後には、今年は何もしていない、自分の長所を出すことも大事だが、チームバッティングも求められているのでそこを大事にしたい。来年はいいシーズンを送りたい、とコメントしました。堂上直道選手は、昨シーズンオフに2年契約を結んでいたことを明かし、現状維持の2900万円で契約更改しました。今シーズンは通算1000試合出場を達成するも、16試合の出場にとどまり、打率2割7分8厘、本塁打、打点ともに0という結果に終わりました。一軍では結果が全て、今年特に悔しい思いをしたので、来年は取り返せるようにしたい。もう一度一から鍛えている、準備だけは怠らないようにしたい、と来シーズンに向けての意気込みを口にしました。大野翔太選手は600万円ダウンの2200万円でサインしました。今シーズンは8試合の出場にとどまったものの、若手投手への指導など、自分の役割を自分なりに把握して取り組むことはできた、と振り返り、一日一日勝負しないといけない年齢、チームが勝つためにはどうするか考えていきたい、とコメントしました。勝野明義選手は200万円ダウンの1900万円でサイン。今シーズンは8試合に登板し0勝4敗、防御率 4.53 という結果だった勝野選手。公開後は、怪我する前はいい感覚で投げられていたので、もったいないし悔しいシーズンだった。来年はせめて1年間投げ続ける、そして勝てる投手になりたい、と来シーズンへの思いを口にしました。高卒3年目の石川昂弥選手は、今シーズン37試合の出場で打率2割2分5厘、ホームラン5本、打点19という成績で、
400万円アップの1500万円でサインしました。シーズン途中、怪我によって離脱をしてしまった石川選手は、状態が上がっていた時に怪我をしてしまい悔しかった。チームを引っ張っていけるようなバッターにならないといけない。来シーズンは自分が打線の中軸を打っているようにします。とコメントしました。高松渉選手は現状維持の1060万円でサインしました。今シーズンは51試合に出場するも、前年の15盗塁を下回る5盗塁に終わりました。契約更改後は、球団からはもっと走ってほしかったと言われたが、それは自分も思っていたこと。来年はもっと走りたいし、レギュラーを取るのももちろん目指したい。去年の15盗塁を超えていきたい。とコメントしました。岡野雄一郎選手は30万円ダウンの850万円でサインしました。今シーズンは4試合の登板で1勝3敗、防御率 12.41 という結果だった岡野選手。契約更改後はスタートは良かったが続けることができなかった。悔しい1年だった。来年は先発や中継ぎ、どのピースでもチームの勝利に貢献したいとコメントしました。今シーズン途中、支配下登録となった上田幸太郎選手は390万円アップの810万円でサインしました。8試合に登板し、1勝5敗、防御率 2.83 という成績を残した上田選手ですが、契約更改後には、支配下になったのは嬉しかったが、8試合で1勝はチームにとって良くない数字だったと思う。来シーズンは勝ち越せるようにしたい。と、来季への意気込みを口にしました。フェニックスリーグで大活躍した福本優真選手は、現状維持の720万円でサイン。1軍では1試合のみの出場に終わった福本選手は、いろんなことが経験できた。1軍で活躍してなんぼの世界。来シーズンは1軍で活躍したい。開幕から1年間1軍に位置づけられるように頑張りたい。とコメントしました。伊藤康介選手は20万円アップの720万円でサインしました。今シーズンは自己最多となる28試合に出場するも、打率2割3分1厘という結果だった伊藤選手は、1試合で1打席あるかないかの立場で結果を残せなかった。少ないチャンスで結果を出していくしかない。コツコツ頑張っていきたい。とコメントしました。来シーズンからは育成契約となる加藤翼選手は現状維持の550万円でサインしました。今シーズンは1軍への出場はなく2軍で12試合に登板すると防御率 8.31 という結果だった加藤選手はコントロールに苦しんだ1年だった。同期入団の高橋宏斗選手、上田選手、土田選手らの活躍に対して悔しい気持ちはもちろんある。来年は結果にこだわってやっていきたいと思います。とコメントしました。高卒1年目のシーズンを終えた星野真央選手は現状維持の540万円でサイン。今シーズンは2軍で56試合に出場し、打率1割4分9厘、ホームラン0本、打点5という結果でした。星野選手は契約更改後に、大きな怪我なく1年間過ごせたことを評価してもらえた。1軍の試合に出たいが、新たに入団する先輩も増えて出場機会が限られるはず。少ない機会をものにしたいとコメントしました。柿越選手は39万円ダウンの525万円でサイン。また来シーズンからは育成契約となります。柿越選手は今シーズン左肩故障の影響で1軍、2軍ともに出場がありませんでした。契約更改後には1年間思うようにいかず悔しさがほとんどだった。これを無駄にせず来年に生かしていきたい。再び61番をつけたい。とコメントしました。近藤廉選手は現状維持の510万円でサインしました。今シーズンは春季1軍キャンプにも抜擢された近藤選手でしたが、故障の影響もあり1軍での登板はなく2軍でもわずか3試合の登板にとどまりました。公開後は1年間1軍にいたいと思っていたので、怪我で離脱してしまい悔しい。今は不安なく投げることができている。来年は1軍で投げ続けたい。と来シーズンへの意気込みを口にしました。育成の松木平裕太選手は15万円アップの315万円でサインしました。今シーズンは2軍で前半こそ好成績を残していたものの、後半に成績を落とし、最終的には12試合の登板、防御率 4.89 という成績だった松木平選手。契約公開後には、前半は結果も出て、球団からは支配下寸前のところまで行っていたと聞いたが、後半は状態が落ちてしまった。このまま結果が出なかったら終わりになる。支配下になれるように死に物狂いで練習する。と来シーズンへの思いを口にしました。最後は育成の松田博明選手になります。松田選手は15万円アップの315万円でサインしました。契約更改後は、いい時はいいが不安定な投球だった。首脳陣に安定して見てもらえるようになりたい。去年も言ったが、来年も勝負の年になる、支配下を勝ち取りたい、とコメントしました。以上が14日時点で発表されている、契約済みの選手たちの来季年俸と契約更改後のコメントになります。例年は高卒1年目の選手に対しても減俸することのある中日ですが、個人的には今年はどちらかというと全体的に高めのように感じました。皆さんもどのように感じたかコメントしていてくれると嬉しいです。契約が完了していない選手たちについても、発表され次第随時動画で紹介していきたいと思います。よろしければまた見に来てください。それではまた。